ここのワインはどれも美味しいな。ほんとねー。次のワインも楽しみだ。ほんとねー。した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 。出ちゃ。あ。こちらのワイン、あちらのお客様からです。え？あちらのお客様からです。え？え？どういうこと？え、これで乗り切る気？こいつ、これで乗り切る気？あちらのお客様からです以降、何も言わんやん。あちらのお客様がこうしろよって言ったんだよっていう顔してるやん。え、どういうこと？これで乗り切る気な。ごゆっくりどうぞ。ごゆっくりどうぞ言うとるがな。じゃあ多分そうやがな。こいつ何事もなかったかのように、あちらのお客様がこうせえって言ったんですよの顔しとるがな。おかしいがな。こんなんおかしいがな。ワインこぼされてそれ受け入れられる客おるわけないがな。おいしい。おいしい言うとるがな。妻、かかったワイン、布舐めて、おいしい言うとるがな。わしの妻がおいしい言うとるがな。吸い上げとるがな。布を。わしの妻、吸い上げとるがな。多分この状況受け入れとるがな。チャパパパパパ。絞っとるがな。上着を絞っとるがな。絞ったしずく飲んどるがな。店員さん、これおいしいですね。おかわりお願いします。おかわりしとるがな。わしの妻がこんなんおかわりしとるがな。バシャー。おかわりかけとるがな。一回ミスってかけたもんやから、おかわりの分もちゃんとかけとるがな。おいお前、何やっとるんだ。怒られとるがな。多分店長に怒られとるがな。その一杯目の事件があるから、こっちは納得してるけど、その店長この光景だけ見たら頭おかしなと思うがな。こちらのお客様のご要望でして。ご要望？はい、私が頼んだんです。かばっとるがな。いや、かばってるとかでもないんか。ほんまに頼んでるもんな。わしの妻、頭おかしいがな。こういうところに惚れたんやがな。私もそれください。娘もやがな。これくらいのチャンネルとかあったみ。チャンネル登録者をちょっとずめて、刻みチャンネル登録者にごま塩振って。